一つ目の並べきは、ディスクゴルフの達人なら、ディスクでシャンパンのコルク開けることができるはず。ご協力いただくのは、ディスクゴルフ日本チャンピオン菊池哲也です。ディスクゴルフとは、フライングディスクをゴールに向かって投げ、ゴルフのように何投で入れられるかを競うスポーツ。正確性が問われるこの競技、菊池さんは日本、さらにアジア、オセアニアランキングでも1位の実力者。コルク見たらですね、このディスクの幅より狭かったので当たるのかなっていうところが、まあ、正直なところですけども、チャンピオンとしての、ね、責任を持って挑戦したいと思います、はい、狙うのは10メートル先に置かれたシャンパンのコルク。チャンスは30投、できるのか。今回の挑戦はスピードとコントロールが必要となりそうな挑戦ですけれども、それでは並びきネットです、はいはい、できます。できる。結構衝撃があるはずなんで、シャンパンなんでこう炭酸とかでこうあのコルクに当たって、うん、また次がコルクに当たんなくてもこう、なるほど、あ、一発じゃなくてもってことね。徐々に徐々にってことね。ではできない。あら、できない、はい、いいの。できない。ジャロ君もできるって言ってるのに。ちょっと意見分かれちゃったかな。ちょっと意見分かれちゃったかな。私もできないに、はい、わお、できる。できる、はい、できたら気持ちいいよこれ。そうですね、気持ちいい。できてほしい。それでは検証開始、うん、まずは1投目。スピード感のあるスローでコルクを打ち抜くっていうイメージで投げたいなとは思っています。打てんの難しいですよ、まず、うん、惜しい。惜しい。この勢いだったら早いね、うん、思ってたより早い、ね、悪くない。はい、高さはしっかり合ってたので、誤差のレベルなのでなんとかしたいなと思います。いきなりこの誤差のレベルまで持ってきてますよ。おい、おグラス、シャンパンに当たってグラスに跳ね返って当たりましたね。スピードで飛ばそうという投げ方でなかなか精度の調整が難しかったので、体の横を使わずに体の前を使って投げるパッドスタイルっていうスタイルで、狙っていこうかなと思います。パッドスタイル。スピードよりも精度重視。しかしなかなか捉えられず。10投目。おい、来てます。今ので横は合ってるので高さの調節をしていこうかなと。ところがその高さ調整がまた難しい。30投でしたか。そうです。手に当たってるんで、ほんと1枚分ですね。うわ、27でいけんの。おいおいおい、うわ、なんで当たんないんだろうっていう感じで、絶対いけるんですよ。結構勢いありますもん。29投目も。ちょっと待って、あと1投決めます。1投ラスト、はい、チャンピオン、これ決めたのかっこいい。ラスト1投、精神集中。あなるほど。すげえ悔しい。悔しいですよね。いや、もうやりたいです。一投でも当てるまで帰れないですよ、本当に。日本一としてこのままでは帰れない。本人の希望で追加検証。以上になりますけども、ちょっとこう意地で見ると意外と帰れない。わずか2センチ、小さなコルクが日本一を苦しめる。マジで。できないことは絶対嫌なんで、うん、こんだけの気持ちがなきゃやっぱトップに立てない。そうだよね。今とかだと下まで当たってます。当たってるよね。かすめながら当たってる。本当に当たってるよね。開始からなんと2時間半。いやいや、この当てた時気持ちいいね。これも無理かと思った時に、気持ちいい。いや、飛んでよかった。本当にありがとうございました。75投でできた。そうですよね。30回ではできなかったと。という
ということで予想が当たったのはごまぶっこさんと田中さんです。なるほど、はい。うん、石原君とかも絶対意地で当てるまでやっぱりやるタイプでしょ。やりたいです ね帰りたくないです。気持ちがすごくわかるんですけど。そうでしょ。田中とか実際はどう。僕は多分その前もってあの仕事の後ろになんか用事かなんか入れといて、まあ時間があるからもう今日はここまでしか太陽作ってる寝る時とかに後悔するよね、うんうんうん、やっぱ今日も一日俺は逃げたなって思って